クッキーです。今回ご紹介するのはこちらの副島貴彦の歴史再発掘という一冊で、非常に面白かったですね。今まであまり語られていなかった視点からこの歴史を見直すということで、前半はですねスパイの話なんですね。第二次世界大戦、あたりですね、のあたりでスパイがどのような活躍をしていたのか、二重スパイとかね、本当に007の話だなと思っていたら、まさに007のモデルとなったスパイはこの人だということが書かれています。そして日本も、戦争に、巻き込まれていったわけなんですけれども、それも実はこのスパイたちの暗躍というかですね、日本ははめられたっていうような、話なども非常に新しい視点で面白かったです。あとそれとともに江戸時代の話ですとか、あとはですね、天皇ですね、天皇家がいつからというような話とか、日本という国がいつからできたのか、668年ということなんですけれども、そんなお話などが新しい切り口で語られていますので、ご興味のある方は読んでみてください。May the book be with you.